のぷっぷっぷ。皆さん、こんばんは。まいです。あやかです。みおんです。3人合わせてハチップです。やべ決まった。やべこれさ、その人の間の喋りやめろ。まいわからんくなるけど。まいのね、セリフいつも忘れられる。12月3日チェリップのブブブ始まりました。始まりましたよ。この番組は休日のひとときをあなたとチェリップとハチキンで早いよブブブッと過ごす番組です。食い気味、食い気味に行かなくなっても。勢い出た、勢い出た、行った行った、クリアクリア。で、今日はあやか、ハチキンガールズのあやかにゲストに来てもらってます。イエーイ、こんばんは皆さん。番組で、いつも前のさっきの決め台詞が終わった後に、今日のテーマを発表して一言をもらうんだけど、その一言あやかに任せてもいいですか。はい、一言なんか思いついてるやつをパンってこう言いながら、得意なやつ、得意なやつ。オッケー。じゃあ今日のテーマはパーティーということで、そのテーマについて一言お願いします。はい、皆さんの武道館はどういうドレスで行こうかな。うわー、こいつ投げー決まらねやばい、一言やろ。だって一言やべー、武道館じゃん、武道館、武道館やべー、武道館ドレスで行くよと思った半端ねえな。誰のライブの、やばい、誰のライブのドレスコード。ちょっと間違ったね。だいぶ間違った。それは失礼。このパーティーの感じは伝わったと思うので、はい、やべ、今日も最後までこの感じで、はい、せーの、よろしくお願いします。ブブブ。それではまずは、はい、あやかのことを知らない人がもしかしたら聞いてるリスナーの人にいるかもしれないので、じゃあ改めて自己紹介をね、はい、お願いします。いってらっしゃい、はい、私は高知県観光特使のハチキンガールズを担当しております、石川あやかです。よろしくお願いします。願いします。現在進行中の19歳です。まあ正しい、正しい、それは正しい。そうそう、うん、言葉としては正しかったな。正しいろ、うんろ、うん、なんでやね、それだけのために改めて言い直したのかで、あやかは、はい、とは長いね、もうチェリップと長いんですよ、すごく。5年ぐらいかな。いや、それはね、チェリップまだ始まってないかな、これ。うそまだ始まってない。チェリップになってからあったんだもんな。そうそうそう。違う、ラストレンジであったっけ。それがあった、あのね、チェリップがね、まずね、そうそうそう、話す長いんですけど。およく覚えとるな、偉い。えらい、えらい。えらいよ。BSS 山陰放送さんというね、地元の TBS 系列のテレビ局があるのですけど、のマスコットキャラクターのラッテちゃんっていうのがいて、うん、でラッテちゃんの、まあ、歌のお姉さんみたいな、簡単に言うと ね、うんうん、ね、踊るラッテフレンズっていうのを、うん、マイとミヨンがずっとしてて、はい、で、うん、その時に UMU アワードっていうご当地アイドルの大会に出たわけですよ、うん、出た、すごいね。なんでやねちゃんと一瞬でめっちゃ喋れるね。いやすごい才能や、なんで、ね、自分の声が話せんと逆に怖いわ。まあまあまあ、でそれで、うん、そこで偶然、はい、ハチキンガールズも出てたんだよね。そうそう、出ちょって そ、ね、そっから知っちょった。そう、ほんとかよ、知っちょったか。ほんまほんま。え、でも軽く知っとったよ、こっちも。まあ軽く知っとったな、まあ、軽くだ、まあそんだけ軽くマジ軽く、軽く知っとった。そう、軽くね、お互いね、そうそうそう、知り合っちょって、まあなんか、でもその時は、うん、だからお互いもなんか大会で緊張してるし、まあ、バッチバチ、バッチバチ話すって感じはなかったから、バイバイ、ね、全然ね、うん、そうそうそう、その時はこんなになんか仲良くなると思わなかったんだけど、全然挨拶もしてないな、してない、一言も話してない。数年経ってチェリップになったわけですよ、うん、マイとミヨンが。そうそうそう。で、それで鳥取県と高知県はですね、漫画王国っていう風に歌ってるじゃないですか、うん、で、秋葉原、東京でそのイベントがあったんだよね、漫画王国、どっちも集まって、で、そこで、まあ、各県のご当地のユニットが招集されて、うん、鳥取は、まあ、チェリップで、高知はハチキンガールズが出てきたわけですよ。ハチキンガールズねえ、マジでマジで、その時はまだ人数多かったな、多かったいっぱいおったわ。おったね、5人。あれはな、5人体制だったな。いっぱいおった。で、だから、うん、もうチェリップ2人で迫力もないし、そうそうそう、でもめっちゃ動くし、フォーメーションもあるしで、もうやべえ人と一緒に出てしまったと思う。でもこっちもすごい思っちゃったね、チェリップすごいだって。嘘つき、ほんまほんま、覚えちょった、覚えちょった。うん、いや不安だわ、怖いわ。でも本当っぽいかもしれない。本当だから全然喋りかけれんかったし、逆だわそれ。そうそうそう、
でさ、うん、でこっちがなんかの、うん、出てもらったやん、ハチキンの出た YouTube の番組みたいな、ね、そう、それに出てもらってそっから話すようになって、うん、そうだ なんか話してみたら、うん、割と結構お互いのね、バカが分かってきた、なんか近々やったね、近々だったな、ね、マジで近々だった、ね、目立ってきて、そうで、そっからね、うん、急接近やね、したな、いや、ほんと急接近って早いもんだな、すぐだったな、距離の掴み方は分からんけどな、いや違う、ミヨンがあの、うん、ハチキンさんのね、あれ、うん、偽りの天国がいらないがすごい好きで、あれいい曲だな、かっこいい曲だね、井上さん、ね、いい曲ですね、あれ汗が笑ってるぶっそそそ笑ってるすごい好きで、で、すごい好きなんですって話を言ったら、うんうんうん、あのサンプル版をね、わざわざ、うん、プレゼントしてくださって、そういう気遣いができたのね、なんでこっちがいる、何目線やねんそれ。でそれであのこのチェリップのね、プププでカッコかけたりとか、うん、ありがとうございます、で、徐々にね、そこからなんか一緒になる機会がその漫画王国のイベント以外でも増えて、でミオンたちも高知に行ってライブすることがあったりとか、なんかすれ違いだったけどな、おらんけんな、なんでおらんねんって感じ、なんでちょうどおらんけんな、そのライブハウスの下の焼き鳥屋のおっちゃんがよく知っとった、あとそこのねライブハウスでねよくね脱藩する前にすごいやらせてもらって、うん、幼馴染って感じ、そうなので、幼馴染って感じやね、脱藩って言ったんだけど、ハチキンガールズは高知から出て拠点を東京にね、うん、今移してて、それをね脱藩って言ってるのよ、脱藩、うん、すごいねミオンちゃん、ね、めっちゃ喋れるね、なんでやねん、羨ましい、多分年齢さばやんだよぽいぽいぽい、昨日47ぐらい、だいぶおばちゃん、そんなにいく、なんかもうすべて一回知ってもちょっとだけ諦めつつある感じ、どういうこと、否定はせん、否定はせん、若干ある、否定はせん、でそれで、あ、でもね、うん、その幼馴染みたいなっていうのでちょっと思い浮かんだけど、すごい高知の人優しいよね、優しくて声でかくて面白くてね、昼間から酒飲んでた、そう、広め市場っていうのに行ったらね、もうみんな飲んでて、うん、昼から、やべえよ、みんな友達みたいな感じだな、ね、そう、席も近い、近いってかもう隣じゃん、同じ席じゃん、そう、まあ、フードコートみたいな感じで、いろんなお店がねキュッて集まっちゃうとか、あれ面白かったな、あれすごかった、うん、マヨねすごい好きで遠征した中で、うん、一番ね楽しかった、コーチほんまに、で広めっちゃうな、めっちゃ嬉しい、めっちゃ面白かった、でもあの橋はびっくりしたよちっちゃい橋あーなんかあったね、あったあれがっかり三大名所やもん、がっかり三大名所か、あれそう、確かに日本のがっかりする名所の、ちょっと期待すぎたへん、でももうなんか最初からそのがっかり名所っていうのを聞いてたから、がっかり名所知らんかったもん、お前、あ、マジで、そうなの、うん、やばすごい、なんかやばあれだへん、うん、もう何秒で渡れるかみたいなバカなことしとったへん、もうやった短すぎやもんね、あれね、これね、そうあー、した橋ね、もういくどれほど短く逆に渡れるかみたいな、あった修学旅行生とかおる中で恥ずかしい、写真とかやん、じゃ撮ったでもあれ写真がさ、うん、一緒に撮れる曲ない、橋と一緒に、あ、そうあの橋とかもちょうどいい、コンパクトで、そうあーコーチ来たなっていう感じですね、外人が撮ったよな、結構しとった、多いかも、おい、でもあれびっくりするだろうな、本当にこれだけかって思うよ、もはや橋じゃないでしょ、あれいや橋よ、あれなんかあれでしょ、立派な橋、オブジェ立派な橋よ、高知の、あ、そう、本当かよ、やばいな、似たようなやつだったら鳥取にもな、あのなんていう、農業用の水路にさ、コンクリートで農業用あ、そんぐらいやな、よくさ、ある似たようなのあるよ、ほんまに、それぐらいだったもん、そうでも真っ赤で目立っちゅうき、まあ、真っ赤ってとこあるけどね、うん、見た目はいいね、うん、でもやっぱり綺麗でね、あの、うん、1回は見とくべきだよ、本当に、うん、って思った、がっかりのとこやけどね、行ってほしいね、まあ、うん、いい、確かに、まあだってそこじゃないもん、そこだけじゃないもん、いやもう足当たる、机の下で足で誰かなあったら、やめてや、まえちゃんかよ、あんたやめろやこれすぐ話がね脱線するのよ、ほっておいたらやばいから、ほんとにで、しかもその人柄っていうことではさ、今日東京でね、今これ収録は今東京のの FM さんでね、させていただいちゃうんですけど、昨日のタクシー乗ってたら、タクシーの運転手さんが高知の人で、すごくね、めっちゃ優しいし、奇跡だろ、で自分で声がでかいって言っとって、そうやなんかコーチの話したらめっちゃ喜んでたよ、そうなかなかいないみたい、コーチの人がタクシー乗ること、うん、ええ、何こう、いや、なっちがコーチの人じゃない、みよたちコーチの人じゃないのに、ね、そうでね、えっと思った、何とか言うけどコーチの人なんかとか思ってごめん、いや勝手に変えんねや、コーチの人になってた、ごめんね、やばすぎ、いや誰本当に、びっくりしたわ、コーチ
じゃない、マジで途中だった。いやビビったわ今、ね、めっちゃびっくりした。何えって言われたけど、逆に何って感じだった。もう全然違和感なく、コーチ陣かよ。いやなので、いや、やばいんですよ、この二人一緒にしてダメなんですよ。本当大丈夫大丈夫ダメなの、ね、なんとなくな。いや大丈夫なのは自分たちだけだから。まあミオンと聞いてる人は全然大丈夫じゃないか。大丈夫、いけるいける。しかもねこれね、まあまあまあ、夜ね11時にね、うん、聞く番組のテンションじゃないよ多分。うるさいうるさい。でもあれで、人間は夜ほら、うん、免疫が蒸発する気。なんで蒸発しちゃった？シンデレラタイムだろ。え、いやそれ寝ないとダメな時間だから。余計ダメだから。ねえ、わからん、みねえ、助けて。わからんの、わからんの、もうまだけんな。いや、まえちゃんや。いや、一番わからんのはミオンだから、本当に。まあまあ、勘弁してや。まあ、申し訳ない。いや、ちょっとブレイクタイムください、一回。ハチキンガールズさんの曲を。そうだね。あの、歌は本当にいいの。歌はって言い方失礼。失礼。いや、見た目と歌はな。と聞いて、うん、じゃあ曲振りをね、あやかがお願いします。はい、うん、それでは皆さん、このシンデレラタイムにぜひ聴いてください。ハチキンガールズで、夢の花を咲かそう。のぷぷぷ。さあ、はい、歌はいいね、歌は。やべ、続いた。ありがとうございました。歌はいいね、歌入った、うん、確かに。で、今日のね、チェリップのぷぷぷは、まゆとみおんとあやかで、ねえ、ハチップで、ハチップ。うるせえ、うるせえ。あやかもぷぷぷ言いたい。はい、言って、せーの、いいよ。チェリップのぷぷぷ。あ、こいつバカにしたね。はい、こいつバカにしたね。オープニングのさ、一番最初にあるやん、あれがすごい可愛くてさ、あれやべえよ、あれね、3年前ぐらい、そうそう、めっちゃ可愛い。やけ、あれあやか言っちゃろうと思ったら、録音長やなと思って、そう、言えなかった。あの時可愛かったな、まだな。めっちゃ可愛い、あれまだアイドル目指してた。そうそう、声高めで言って。そうそう、まだいけた。ね、でも、そうだよ、もうこの番組200回くらい続いてるらしい。やば、マジな、すごいね。でめっちゃ前からやるもんね。そう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 、そうそうよ、よくクビにならないよね。本当だよね、頑張って。いつで、ね、いつダメ、打ち切りにされてもおかしくないと思ってるんだけど、レベル的な。そうだよな、確かに。本当に、うん、でもありがたいことね、ダラズ FM さん優しいから、優しくて、ね、続けさせてくださってて、頑張ってる ね、いや、ミオンたちが頑張ってるんじゃなくて、シャッチョが頑張ってる。シャッチョ、それいい感じに編集してくれて、シャッチョが頑張ってる。優しい。もでもまあ、チェリップはまあ、いろいろまあこうやってやってるけど、あやかも最近ね、そうそうそう、ね、レギュラー番組が決まっちゃって、レギュラー番組な。そうで、パーソナリティを務めるがやけど、大丈夫かよ、本当に。聞いてくださいね、うん、おっさん大竹創作のわっしょいジャパンっていう、うん、調布 FM のね、うん、あのラジオがあるがやけど、うん、それでメインのパーソナリティの2人のうちの1人ながやけど、やばいが、それが早速始まって1ヶ月前ぐらいかな。うん、でもね、すごいね、うん、勉強になるね。で、待って、それさ、どういう基準で選ばれた？本当だ、大丈夫？え、岩下さんが、岩下さんがね、チョイスしてくれた。いい、持ってきてくれたな、いい仕事持ってきてくれたな。ありがとうございます、本当に。本当にもう、なすげえ、やばい。ミオンね、1回目聞いたんですよ、うん、もうやばかったもん。やばかった、あのね、大丈夫か、続くかなと思って。でも面白かったね。いや面白かった。でもね、あのね、声がいいから、あやか、うそー、あのね、夜にちょうどいい。そう、あの皆さん大丈夫です、うん、未成年ですよ、未成年。まだ19です。そうそうそう、よくね、いろいろ変なこと言われるんですけどね、うん、そうだね、全然ね、平気。何が平気か伝わってこなかったんですよ。ハッピーだからな。 でもこのダラズ FM でも、うん、毎週月曜日の夜10時からわっしょいジャパンさん放送されてるんですよ。あ、これお前が言うことだったね。ミヨンちゃん、あやかが言うことだったね。あとでもう一回言えばいいだろう。そうやね、あとで言わせてください。何回言ってもいいだろう。えらいえらい、ミヨンえらいぞ。ミヨンちゃんすごいね。えらいぞ。何やねん、ほんとに。どこから目線、ほんとだ、先輩、先輩から先輩からのアドバイスだね。でも年的には上やね。そうだよ、まあ、2個上だけんな、こいつの。おー、怖いわ。見えん、全然。ミヨンちゃんが絶対上や。なんでもいいわ、もう、なんでもいいわ、もう。これもな、言われ慣れたわ、もう。なあ。うん。なんでもいいわ。だから、あの、チェリップのぷぷぷを聞いてる方は、ぜひ、月曜のね、夜10時は、ね、ワッシュジャパンさんの方も聞いていただけるといいなと。ぜひぜひ。ちょうどいい時間だしな、なんか。そうそうそう。ね、まあ、チェリップのぷぷぷよりかは起きてると思うので、そうそうそう、まだ眠くないと思うので。あのシンデレラタイム前だしね。そうそうそう、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、ぜひ。もう適当なんて言ってください。あやかが一番大丈夫じゃないけど、本当に。なになに、
大丈夫です。まだメインパーソナリティ多い。本当だ。何どういうことやってんの。どういうこと、うんとゲストさんとかをお迎えして、うん、お迎えできるの。お迎えお迎え、うん、一応気持ち的にはお迎えして、そうしてちょっと喋って、うん、まあ、バイバイっていう感じ。やべこんにちはって言ってバイバイって言って、お前言うてるかよ本当言うてるかよ内容なさすぎた。でもねちゃんとねなりたっちゅう。本当に、うん、そうそう、そうだな。聞いてみたら分かると思う、うん、分かる分かる。聞いたもん。あのちゃんとしてるよ、うん、本当に。いやでもね、もう大変だろうなって思った。みおは編集してくれる気、うん、そうだよな。そうそう、ありがたいよな。ありがたいね。それな、生放送って怖いもんな、うん、怖いね、うん、ダメだな、一番生放送しちゃいけない二人そろそろもんな。今そうそうそう、絶対怒られる。やばいもん、この番組もね、うん、何回編集が入るか分かりませんからね。いや本当だよね大丈夫大丈夫、全部使える、ね、全部使えるけど。そうだって、まあ、全部使える。人の悪口もいけないし、うん、まあ、そうだな、うん、大丈夫問題ない問題ない。基準がでも分かんないんだけど問題ない問題ない。大丈夫、人の悪口ってね、そうそう、そう出してないから。まあ大丈夫大丈夫、うん、ちょっとね、あ、うん、ちょっとね、いや緩いかなって思うけど、頭緩いかなと思うけどね、うん、やばい緩いかなって、その緩いかよ。コーチ面で言うと脳がない。脳が悪い。脳が悪いって。脳が悪いで、なんか能率が悪いっていう意味なんだけど、うん、まあ言ったら能率、ね、うん、まあなんか なんでね、あれ着心地とか、そう、なんか言ってたな、そう、が悪い時にこの服脳が悪いとか、脳が悪いって言うんでしょ。そうそうそう。でも鳥取の人とかさ、それこそさ関東とかさ、そうだな、今日聞いたら、あ、ちょっと頭悪いって言われて、バカって言われたって思う。そう、頭緩い、怒られる怒られるなるからっていう話も、高知のタクシーのおっちゃんとしてた。おっちゃんが言った。すごい語ったからね。めっちゃ仲良くなったわ。すごいね、いい人だったよ。優しいね。カンペさんみたいな顔してた。あ、そうそうそう。カンペさん？ハトマカンペみたいな顔してた。あとね、高知独特の名前のね、呼び方、あ、名字がね。あ、言っていいのか。言ったらね、誰か分かっちゃう。西を、サイって読むって。そう。で、読むの高知独特の読み方。あ、西って字分かる？分からんか。いや、西は分かるわ。分かる。南北のサイやろ。あ、そうそうそう。いや、南北のサイってどう？そうそうそう。え、違う違う。あれやろ？南北は、東西南北の。そうそう。東西南北の。南北サイ入ってない。南北サイ入ってない。方角の西南。方角の、分かるよ。あの？サイをセイ。西南のセイな。そうだそうだ。なんで西と南チョイスか分からんけど。あ、まあそういうことだ。東西でいいじゃんかよ。東西の東西でいいな。確かに。やばいやばい。この番組放送し大丈夫？大丈夫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 。怖い怖いわ。割とまとまってるよ。本当かよ、うん。いい感じのまとまりやね。ね。うん、いや大丈夫かよ。マジこれ内輪だけだぞこれ。内輪になってるぞ本当に。なんか話そっかじゃあ。いや何話す？何話すのじゃあ。何話そっかな。じゃあね。まゆちゃんのトーキング聞きたい。え、何話す？何が聞きたい？そうだよ、まゆちゃんのトーキング聞きたいわ。聞きたい。やめろやめろや、そのコーナーやめろや、そのコーナーあるけんやめろや。でもね、あれね、まゆのね、トーク力鍛えるコーナーあるから。知ってるよ、聞いたことある、うん、なんかさ、お客さんからもらって、それについて話すが。あ、そうそうそう。うわ、よく知っとるわ。うわ、まさか、ちょっと、まゆ好きなの？好きなの？好き好き。うわ、ちょっと恥ずかしくなってきた。やだもう、恥ずかしくなってきたもん。どういう気持ちでミオンおればいい？これどういう立ち位置でおればいい？これ いつもの立ち位置大丈夫？いつもの立ち位置だけど、いやだけどお前も結構不意にそういうこと言うからな。いや言ってねえよ、言ってねえよ。マイクやめろや。ヘッドホンだわ。ヘッドホン落とすなよ。ほんとマイクじゃないわ。取れたの何にも聞こえてないが、そしたら。はい大丈夫です。オーライ。いやマジこれあやかでもね、うん、あの、うん、頭のね回転はいいね、あやかちゃんとね。いいかな。てか8件全員良かった。すごいすごい。そう、やっぱねあれだよ、あれの力、コーチの力があるわ。何コーチの力？コーチの力あの返しが早い。何でもあのそれコーチなの？分からん絶対ちゃうろ。コーチしか知らんけん分からん。逆にそんなかな、うん、そうそうそう、うん、レスポンス早いよ。レスポンス早い、うん、そうそうそう。レスポンス、うん、ちょっと発音力言おうとして。レスポンスね、わかるわかる、うん、わかるわかる。あー嬉しい、ありがとう。いや英語使いがちなところマイとそっくりだよ。レスポンス、うそ、うん、すぐ使いたがる。知ってる英語は使いたい。やっぱりしかもちょっと発音よくしようとしてあんま良くないっていうところまでそっくり。なんでいいがね、なんか日中でね、マイちゃんって。あやかと毎回言われてるよな。うん、よく言われる。よく言われる。まあ別に問題ないよ。問題ない。いや問題ないならいいですけど、いやでもね、あれですよ、みんなに一回に楽屋をねお見せしたいわ。
楽屋ね。もうひどいから本当に。ひどい？ひどくない。もうすごいから。そのまんまや。何歳の会話かなって思う時あるよ。そんなあれか？あの擬音が多いね。あいやいやーとかね。擬音は多いな。擬音多いね。なんかバーンって感じでしょとかね。あー言うかも。抽象的すごい。でも分かりやすいもんな、うん、それそういう方がね、まあ、確かに分かりやすいけどね。分かりやすい会話 いいんだけど、ミオンたちは伝わるけど、うん、なんかそれを、まあうん、お聞かせしたら、うん、もうちょっとねついてこれなんか嫌いになられるんじゃないかなって思っちゃうくらいやばい。呼んでいったらミオンもまあなかなかだぞ。いやまあ確かにそれは否定できん。ピョン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 とかふにゅとか言っとるが言ってないわそんなん言うが言ってないわ。人をどんなギャルにしよう。絶対うそやろ。待ってそれはまゆが言ってほしいんですよ。これあやかもだからまゆちゃんとか言ってあげたい。まゆちゃん、あやかそうだからいつはまゆちゃん大げさー。いやまじうそでしょ。自分の感じだから何言ったか全然わかんない。うそでしょ。でもね、確かにね、あやかね、もうギャップがすごいんですよ。な歌とな、ね、そう本当にラジオこんな感じですけど、うん、そうそうそう、さっき歌一回ね聴いていただいたから分かる通り、本当にもう歌うともうバッキバキですから、いやいやすごいんですよ。まあそのギャップがねいいんですよね本当に。みんなそこが好きなのね。そうだよね。チェリップもそうね。うん、おお褒められた。出たよ女子特有の褒め合い。お互い褒め合い。いやもう怖い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 。で最後曲何流す？流すが。え決めたかったっけ？決めたかったわ。決めたかったっけ？じゃあ。私たちの6枚目のシングルの発売が近いので、はいはい、うん、ちょっとその曲を聴いていただきましょうか。ああ、うん、どっちにする？来た。じゃあ今日は盛り上がる方でいきましょうか、はい、それでは早速聴いてください。チェリップで It's Showtime。はい、今日この番組はですね、調布 FM さんで収録をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてそんな調布 FM さんのあやかの番組になんと、はい、チェリップが出ます。イエーイ。それはですね、なんと明日12月4日に、うん、調布 FM12 時から、おっさん大竹創作和食の、間違えた、なんだよね、頑張れや、頑張れや、おっさん大竹創作の和食ジャパンというラジオ番組に、チェリップがゲストで出演してくれます、はい、それはお昼下がりの12時からですので、まだ下がってないと思う、皆さん、ジャストランチを食べながら聞いていただきたいのと、そうだね、で、あの、うん、ダラーズ FM であるのが、うん、月曜日の夜10時からありますので、うん、皆さんぜひ2回とも、うん、お聞き逃しなく、うん、よろしくお願いします。そしてライブは、はい、明日ですね、うん、私が毎年ではないけど出演させてもらいよった第3回ですね、うん、ご当地鍋フェスティバルというのに、うん、
明日も出演しますので、うん、よかったらお越しくださいませ。いいですね、寒いしね。そうだ ね、 ね、 鍋、そうだね。チェリップもあやかのいる東京に来週は来ます、うん、しかも前の誕生日当日に来ますので、おい、おめでとう。ぜひぜひこの番組聞いてる皆さん初めに言われた、来ていただけると嬉しいなと思います、うん、はい、それではこの辺で寝ようかなと思います、はい、一緒におやすみなさいだよ。分かった分かった。せーの、おやすみなさ い、 なさい。マリです。バヤカです。ミヤです。3人合わせてハチップでした。バイバーイ。